田中幸太郎田中幸太郎から1938年6月5日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍大将。続籍は京都府氏族、京都府府内軍園部町出身。園部藩士、田中広史作の長男として生まれる。田中家は丹波園部藩主将出家の藩士であり、元内以来園部藩にて代々山形目付役を務めた。 7歳の時上教授の寺小屋に学んだ。あと上野万山という学者の塾に学び、さらに1872年に至りその部長に新設された民語校に入って学を収めた。18歳の頃、小学校教員になろうとして試験を受けたが休大しなかったので管理になろうとして大阪に地球を訪ねて就職を求めたが、欠員なくその死亡を達するに至らなかった。 1883年、家督を相続する。1884年、陸軍士官学校に入学。1887年7月、陸軍士官学校を卒業し、砲兵将位認官。1888年7月、陸士砲兵科を終えて、野砲兵第四連隊小隊長、陸軍砲兵射的学校教官を歴任。日清戦争では、 第五師団司令部付として出征した。その後、陸軍方向学校教官、東京砲兵交渉製造所長、欧州佐県、大阪砲兵交渉技術課長などを歴任し、1913年8月、陸軍少将に進級した。技術審査部審査官を経て、1918年7月、陸軍中将となり、陸軍科学研究所長、技術本部長、 軍事参議官を務める。1924年8月、陸軍大将となり、翌月予備役に編入され、1934年4月に退役した。ありがとうございます。